こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。サファイアヌーベル前に行きそうです。成田ブライアン、それに続いています。さらにはオペラライト、5番パーソナルサンディ、その後ろ。では前の方から、なんと先頭は成田ブライアン。これには場内からも歓声が上がります。並んで5番パーソナルサンディ、その外にサンシャインウィンザー、その外からソングオブアムール、並んで1番パッションプリディ、その外からメイカカラーズ、内からはノーブルビリーブ、並んで3番オペラライト、その外にリーガルグローリー、その隣にサマークイーン、その横にセイクリッドエーデン、カフェヒル、すぐ後ろ最後方にウエスタンアロマ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度、11番サファイアヌーベル、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、これに続くのがノーブルビリーブ。この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。 1000m を通過、これはスローペースになりました。追い込み勢には辛い展開です。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。サファイアヌーベル先手を取りました。その隣にノーブルビリーブ、すぐ後ろにサンシャインウィンザー、ソングオブアムール、すぐ後ろ、その隣にハードホース、黄色の帽子、成田ブライアン、いい位置につけました。黒の帽子、ウエスタンアロマ、その後ろ、すぐ隣にファッションプリディ、その外にサマークイーン、黄色の帽子、サンライズチャイナ、その後ろ、すぐ隣にメイカカラーズ、カフェヒル、すぐ後ろ、最後方にセイクリッドエーデン。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。14番リーガルグローリー、一気に先頭に立ちました。その隣にサファイアヌーベル、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてリーガルグローリー、まだ粘っています。サファイアヌーベルほとんど差がありません。ノーブルビリーブ、3番手成田ブライアン、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はリーガルグローリー。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立ったノーブルビリーブ、ノーブルビリーブ先頭、2番手は成田ブライアン、先頭を捉えるか。あと 200m、 ノーブルビリーブ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。成田ブライアン食らいつく、ノーブルビリーブ先頭だ。ノーブルビリーブ1着、ノーブルビリーブ1着、2着にはどうやら成田ブライアン、勝ったのはノーブルビリーブ、見事な勝利です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ花を切るのはどの馬か。クラシッククリーシェ前に行きそうです。ムーンライトウェイ、それに続いています。さらにはダンシングクレッセ、16番オーシャンピース、その後ろ。では前の方から見てみましょう。この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。もう一度先頭から見ていきましょう。クラシッククリーシェ先手を取りました。1番ファビラスラフイン、2番手を追走しています。すぐ後ろにアウトオブアンサー、その外からオーシャンピース、緑の帽子グラスアンサー、その後ろプリティコロナ、すぐ後ろ、その外にイングランドテキサス、さらにはカリビアンフェザー、その隣にダンシングクレッセ、その横にムーンライトウェイ、内からはウォーターブラッド、その隣にグローオール、その外にバイオレジェンド、さらにはシックスシュート。 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。ファビラスラフイン先手を取りました。その後ろにクラシッククリーシェ、オーシャンピース、それに続いています。少し間が空いてプリティコロナ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はファビラスラフイン、2番手はクラシッククリーシェ、オーシャンピース、3番手、さあファビラスラフイン逃げ切れるか。
このあたりで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はファビュラスラフイン、クラシッククリーシェ続いています。間が空いてアウトオブランサー、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ファビュラスラフイン先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はクラシッククリーシェ、懸命に追いすがります。あと 200m、 ファビュラスラフイン先頭だ。残り 100m、 これは強い。2番手はクラシッククリーシェ、ファビュラスラフイン、この馬で決まりか。ファビュラスラフイン独走、ファビュラスラフインぶっちぎりです。ファビュラスラフイン1着、2着はクラシッククリーシェ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ファビュラスラフイン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ先行争い、何が行くんでしょうか。バブルガムフェロー前に行きそうです。プレミアムベル、それに続いています。さらにはキーオブラック、16番、ブラックウッド、その後ろグリーンカンプ、後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。先頭はバブルガムフェロー、短期の逃げに持ち込めるか。その外からブラックウッド、内からはファンシーキス、並んで12番、プレミアムベル、クリスタルスペシャル、この馬もこのグループ。その外からキーオブラック、内からはマルターズウィッシュ、さらにはボーンドーター、内からはアルフローラ、その外からサンシャインルート、赤の帽子、ソロブロー、その後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として7番、バブルガムフェロー、2番手はプレミアムベル、ファンシーキス、3番手。さあバブルガムフェロー、このまま逃げ切れるかどうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はバブルガムフェロー、ファンシーキス続いています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。バブルガムフェロー先頭、2馬身から3馬身のリード、2番手はマルターズウィッシュ、懸命に追いすがります。残り 200m、 バブルガムフェロー先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手はマルターズウィッシュ、バブルガムフェロー今ゴールイン、段違いの強さです。バブルガムフェロー1着、2着はマルターズウィッシュ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。バブルガムフェロー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。好スタートを決めたのはスパイホルム。綺麗なスタートを切りました。ホワイスザバイス前に行きそうです。アブクマポーロそれに続いています。さらにはアローポジティブ、5番ルイカトルズ、その後ろ北斗ベガ、どうやら後ろからになりそうです。では前の方から見てみましょう。この辺りで各馬第一コーナーに殺到していきました。もう一度先頭からサンドピット先手を取りました。青の帽子ルイカトルズ、その後ろその外にアッティカス、トワイスザバイス、そのうちに続いています。すぐ後ろにアローポジティブ、その隣にブラウンサミット、その横にガルフライジング、スパイホルム、すぐ後ろその隣にサファイアミニスター、北斗ベガ、すぐ後ろピンクの帽子シングスピール、その後ろ最後方にジェントルメン。各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。11番アッティカス一気に先頭に立ちました。2番手に14番アブクマポーロ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。アブクマポーロ早くも先頭、おっと1頭競争中止か、北斗ベガ競争中止です。これは大変なことになりました。レースの展開にも影響が出そうです。アブクマポーロ後続を引き離す。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。アブクマポーロ先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はルイカトルズ、あと 200m アブクマポーロ先頭だ、残り 100m アブクマポーロ粘る、一気にシングスピール、大外から一気にスキップアウェイ、シングスピール大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭は川内立て男、先頭川内サンライズ、抜けた川内立て男、追いすがります川内サンライズ、1着2着にはどうやら川内立て男、まずは前哨戦を制しました川内サンライズ、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。
4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭変わってメジロブライト先頭引き離しにかかる。2番手はマイネルインディア、懸命に追いすがります。あと 200m、 メジロブライト先頭だ。後続を大きく引き離しました。後続の足はどうか。メジロブライト今ゴールイン、段違いの強さです。メジロブライト1着、2着はノーブルナイン。メジロブライト見事1番人気に応えました。さあ G1 高松宮記念の発走です。中京競馬場で行われるスプリンターによる電撃の芝六波論戦、今年の短距離戦線の主役に躍り出るのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のアサヒウォリアー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。フラワーパーク好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。エイシンバーリー前に行きそうです。続いていくのがマジックスタイル、内からはつくばノーブル、その外から大気マーシャル、ピンクの帽子堂島無敵、その後ろ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はつくばノーブル、まだ粘っています。2番手はフラワーパーク、絶好の手応えです。さあフラワーパーク逃げ切れるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はフラワーパーク、間が空いて堂島無敵、4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はフラワーパーク2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。2番手はマサラッキ、残り 200m、 フラワーパーク先頭だ、これは強い。2番手はマサラッキ、フラワーパーク、この馬で決まりか。フラワーパーク独走、フラワーパークぶっちぎりです。フラワーパーク1着、2着はマサラッキ、これが世界の実力だ。フラワーパーク